はいどうも、バックトゥーバックカラーバトルイベント終わりましたね。皆さんはいかがでしたでしょうか。自分の順位は今これから見ていこうかなというところなんですが、8時9分ぐらいの写真がこちらで、で1時間前の順位がこちらなんですが、まああれですね、まあ細かいことは後で話しますけど、結構みんな終盤のスパートがなかなかすごかったみたいで、まあ個人的には1000位以内には入れてんじゃねえかなっていう希望を持ちつつね、まあ981位で1分前のやつがこれなんで、まあ1000位以内入れてるといいなって感じで、まあ見ていきましょう。じゃあ、おいしょ。ストーリーはカットします。さあ何位かな。おー !987。あぶね、1000位にはとどまった。いやみんな追い込みすごいから、1分で、ラスト1分で20位とか落ちちゃったらどうしようかなみたいな。で、ちょうど1001位とかなっちゃったらショックだなみたいなね。思ってたりもしたんですけど、そこにはなんとか踏みとどまったみたいで、まあ、ひとまず良かったかなって感じですかね。レアガチャのチケットがちょっと増えたかなみたいなね、っていうのはあるんですけど、ちょっとねやっぱやや不満というねありますね。不満が、まあ、報酬見ながらいきますか。今回木曜日が最終日だったじゃないですか。でね、普通の人だったら学生とか、まあ、会社員とかでもそうだけど、まあ、夕方とか夜に帰ってきて、そっから最終日のラスト数時間スパートかけるぜみたいなことができると思うんですよ。ただ自分がその日ちょうどね、まあ、職場がちょっとあれなところで、夜その時間帯まるまる仕事だったんですよね。そういうわけで、まあ、ちょっとトイレに行きつつ順位をチェックしたりとか、最後の10分とかでね、チェックしたらなんかもう順位がガタ落ちしててさ、さっきの、まあ、画像でも見たようにわかると思うんだけど、こんな下がるみたいな。いや下手すりゃっていうか、うまくいけば900位以内に入って、900位以内だと乾が1枚増えるんですよね。この乾貞治 ×2 って、ここに行けんじゃねえかなみたいなワンチャン狙ってたんだけど、もう無理だよね。ここの最後の追い上げに参加できないっていうのはやっぱりね、きついものがあると。やっぱあれだけ順位が落ちちゃうし、最後に10分ぐらいだけトイレにこもってねやったんですけど、まあたかが知れてるというかね、厳しかった。もうメダルもほぼ使い切ってた中でのそれだったんで、歯が立たなかったですね。だから987位とかに最終的にはなったんだけど、まあ、901位からって結構微妙だよね。その900位に近ければ近いほど、もう3000位でもいいじゃんみたいな個人的には思ってます。っていうのも901位からは乾が1枚なのね。で3000位まで1枚もらえるんですよね。まあ、ももちゃんの枚数も変わらないと。じゃあもう3000位でもよかったじゃんみたいな。まあ、ただ3000位いっちゃうと乾がもらえないから、まあそこら辺ちょっとでかいんだけど、900位になるかならないかっていうのと、3000位になるかならないかっていうのがでかいかなっていうので、まあ、901位とかだったら別に3000位でもいいじゃんみたいな。で、そこの争いには参加できないとやっぱりね、しんどいと。自分みたいな職場にいる人はね、ちょっと厳しかったなみたいな感じでしたね。まあギリギリ1000位には踏みとどまったっていうところで、レアガチャのチケットの枚数はね、まあちょっと得したかなっていう。まあライジングコインとかもあるけど、一番はそこかな。そこが1枚増えて、
まあ、ちょっと良かったかなぐらいですかね。まあ、次のイベントもあれっすね、まあ、頑張ってやっていきたいけどどうなることやらみたいなね。次のイベントは最終日の追い上げ合戦みたいなやつについて行きつつね、順位も上げれたらいいなとは思うんだけど、やっぱ901位とかだとちょっともったいないんでね、まあ、できれば900位以上がいいんだけど、まあどうなることやらなっていう、まあ個人的にはそんな感想ですかね。まあ仕事を言い訳にするわけではないのですが、まあ言い訳にしてたねしてたね、してました、はい、言い訳にしました。だって最後の1時間であんなめちゃくちゃ下がるとはね。まあ最初のイベント、最初に参加したあの笑顔を咲かせてのイベントでの結果では、1500位ぐらいだったから、そこまでそんな激しくなかったんですよね。まあ、今回900位とか1000位前後のランキング帯に上がったってことで、まあある程度はそういう競争が激化するんじゃないかなとは思ってはいたんだけど、まあ、参加できないことがこんなにもきついかっていうねのがちょっとあったんで、あで最後の10分の追い上げどうやって頑張ったかっていうと、あれですね、もう最後の1時間ぐらい前からオートチケットじゃない、あのまあ、あオートかオートプレイで回数とかはなんとなく消費はしてたんですよ。だから AP ドリンクとかもつぎ込まないと AP がもう枯渇している、かつメダルもそんなないみたいなね感じからだったんで、まあ最後の10分なんて AP ドリンクつぎ込んで通常曲やって、それでなけなしのメダルでイベント曲やってみたいな感じですよね。まあだからまあそれで5、6曲もしてないか、まあ数曲っすよね、まあ、やってちょっと上げれたかなみたいなな感じですかね。まあでも3倍ブーストってやっぱ偉大だなとは思ったね。まあドリンクの減りちょっとエグかったけど、そんな減ってるみたいな。まあでもそれがあったから繊維にはとどまれたのかなみたいなところはちょっとあるから、まあよしとするけどね。まあ前回の笑顔を咲かせての時よりは結構成長したんじゃないかなみたいな、まあ自然なことだと思うんだけど、それが退化してなくてよかったなみたいなねぐらいにはまあ思いますかね。まあそんな感じで、まあ乾を無事ね、まあ最低1枚プラス1の状態にねできたんで、次もまあできるだけ頑張っていきたいなと思います。ももちゃんも4枚入ったんで貫突するんで、ももちゃんでイベント特攻ボーナス 25% で、乾でもプラス1なんで 25% で、合計 50% のイベントボーナスを持った上で次のイベントは走れるということなんで、頑張っていきたいと思います。皆さんはどうでしたか？目標どんぐらいで結果こんぐらいでしたみたいなね、何位入れましたやったみたいな喜びの報告とかね、まあ聞けたら嬉しいなと、まあ悔しいですみたいなコメントでも全然嬉しいですけどね、嬉しいっつったらあれですけど、まあ一緒に頑張りましょうみたいな感じになれるんで、まあもし気が向いたらコメントとかにね書いてくれると、まあ、嬉しいですね。はい、まあそのうちストーリーの動画も上げていこうと思うので、まあそちらもまあ良ければ見てくださいというところで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。